今回は調布市のジムに行く映像をお見せしながらビジネスと筋トレの共通点についてお話しします。はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は調布市の調布総合体育館というところのジムを借りに来ました。1回400円で2時間できるので毎月結構高い会員費を払うジムに通わなくても自分の中では十分っていう感じなんですよね。通常のティップネスだとかゴールドジムだとかやっぱりジムの月額費っていうのが結構高くてそこまで頻繁に通うわけではないのでこんな感じで調布市の公共の施設を使うっていう形です。今回このトレーニングの動画の中で自分が実は伝えたいことっていうのは1点、それは限界を超えてからが本番、限界を超えてからがトレーニングっていう話なんですね。毎日10キロの荷物を持っている人っていうのは10キロの荷物を持つだけの筋肉しかつかないです。じゃあ俗に言うマッチョになりたければ12キロ15キロ20キロの荷物を持つに耐えうる筋肉をつけたらそれが結果的にマッチョって言われるようになるわけですね。要するに今までの日常的な生活を繰り返しているだけだとそれ以上にはならないわけなんですよ。だから今までの限界10キロっていうのをいかに超えるかっていうところがスタートになってくると思います。物販でもそうですよね。今までと同じことを繰り返してたり同じ考え方ずっと繰り返してるだけだったら成長って絶対しないじゃないですか。だってその今までの積み重ねが今の結果なんですから、今この瞬間なんですから。ってことを考えるとどれだけ自分を今までの限界から上げていくかっていうことはトレーニングも物販も商売も同じなんじゃないかなっていうふうに思います。今までの生活だとか今までの考え方はキープした状態で物販で成功したいだとか今以上に収入を上げたいっていう人がいるんですけど、今まで通りだったら今まで通りの結果しか出ないですよと。だってそもそも今まで通りの今までの積み重ねが今この瞬間なんで、この瞬間と違う方向に行きたいってことは違うことしなきゃいけない、単純明快な話なんですけどそこが重要なポイントになってくるんじゃないかなって思います。あとは運動を行うことそれ自体が脳神経細胞を活性化させて行き詰まっていたところを乗り越えるアイディアを生んだりだとか気持ちがポジティブになったりだとかそういった効果もあるんですね。だからビジネスを円滑に行う際にもしくは行き詰まった際にそれを解決するためにやはり運動っていうのはものすごく大切なものなんじゃないかなって思います。ではこれから約1時間弱ぐらいですね、こちらの綺麗な調布市の施設でトレーニングをしていきたいと思います。はい、トレーニングが終了しました。本当はトレーニングの風景も撮影したかったんですよ、自分のフォームを確かめるっていう意味でも。でも結構市の施設ってそういうとこ多いんですけど、まあ写真動画撮影一切ダメということで何も一切映像が撮れませんでした。自宅でのトレーニングって気軽にできるっていう特権はあるんですけど、1回のトレーニング時間が比較的短くなりやすいっていう欠点があります。一方ジムって1回来たら、まあ、5分で帰ろうとはやっぱ思わないじゃないですか。だからなんやかんやで30分とか、まあ、40分とか1時間とかいるので結構根詰めて集中してトレーニングがそれなりの時間できるのでいいなっていうふうに感じました。ただやっぱり会員制のジムってほっといてもすごいお金毎月何千とか高いとこ1万円とか取られるじゃないですか。だから自分はやっぱりこの調布市の総合体育館のジム、自分はここのマシンで十分なので今後もちょくちょく利用したいかなと思ってます。一つの楽しみにしていた唐揚げ屋さんがあるんですよ。でそこで普通の鶏の胸肉とかもも肉の唐揚げじゃなくってささみフライとかが売っています。ささみフライは1個だいたい 65g ぐらいなので結構それ2本3本食べるとタンパク質が取れます。ただ脂肪とかもめちゃめちゃ多いんですけど、まあ、今はとにかく筋肉をつけたいので脂肪もついちゃってもまあまあいいかなぐらいのノリなのであんまり気にしてません。なのでそのお店によって食べるか持ち帰るかして帰りたいと思います。こちら総合体育館から5分ぐらい歩いたところにある神代寺五茶楼です。以前ミニストップがあったところが今はこの唐揚げ屋さんになってました。浅草ってちっちゃく書いてあったんでおそらく浅草が本店のお店なのかなと。いろいろなメニューがあるんですが今回私が購入したのは
この左側にあるささみ漬け丼と今開けているささみフライですね、4本購入しました。家帰ってきてまず行うのは計量です。だいたい1本何グラムぐらいなんかなっていうのが気になって、でそれをスマホのアプリでタンパク質何グラムとか計算するためにとりあえずざっくりですけどこのような形で計測しています。これ以外にあとはご飯とかも一応全体的に計測しました。ちなみに食事と一緒に摂取するサプリメントが一番左のスピルリナ、真ん中のマルチビタミン&ミネラル、そして免疫力を高めるための L グルタミン、純必須アミノ酸ですね。この3種類ぐらいだけ摂取しています。このような形でトレーニングしながら食事にも気をつけながらビジネスが円滑に進むように努力してます。